ええー、皆さんこんにちはレノファ次郎の部屋へようこそさあ、えー、今回の企画なんですけれども過去の試合のハイライトを見てみよう実はあのレノファの公式 YouTube さんの登録者数が、えー、現在9900人まで来てましてもうすぐ1万人に来そうです。 その前祝いといいととうことで企画させてたただきました、ね、あレノファの試合もないしイベントもないし、えー、退屈だなと思っている時はあのいつも過去ののハイライラトの動画を見ることと趣味としていますサポーターの方と交流させていただく中で「あ実は今年から応援してるんです」っていう方が何人かいらっしゃったのでその方にもあの過去のレノファの素晴らしい試合を見ていただこうということで企画させていただきました。 あのハイライトを見て、えー、以前のレノファを知っている方は懐かしんでいただき、えー、最近のレノファを知った方はあこういうことがあったんだというのを知ってもらってね、えー、いろいろね楽しんでいただけたらいいなと思っております。は、えー、2017年と2018年の試合合わせて5試合に焦点を当ててお伝えしたいと思います。 2016年以前の動画はレノファの公式さんにちょっとありませんでしたので2016年はセレッソにアウェーで勝ったという素晴らしい試合もあるんですがそれはちょっと省かせていただきますなお好評でしたら2019年以降も紹介させていただければと思いますのでぜひともいいねとよろしくお願いいたしますまずは2017年の第2節アビスパ福岡戦です これホーム開幕戦になります、まあ、選んだ理由っていうのがですね、えー、アビススパさんんのスタメンがすすごいんですよねどうすごいかというと、えー、ワールドカップ代表の冨安健洋選手が入っているのとそして我らがレノハの山瀬浩二選手が入っているおこれはなかなかすごいなぁと思ってピックアップさせていただきました。 この試合は一対二で負けてはしまったんですが、唯一負け試合でピックス戦で見ると。小塚選手が復帰初ゴールをミドルで決めたりと。山田元気選手が反射神経でスーパーセーブを見せたりと。そういう見どころもある試合です。続いて2017年の第42節。ホームの愛媛戦です。この試合は一対一で引き分けています。この選んだ理由なんですが、この年レノハは残留争いに苦しみました。 えー、この試合が始まる前には確かもう残りは確定していたんですが、えー、20位というギリギリの状況でありました状況もあってかこの試合は最終戦にもかかわらず観客の方が9,397人あと、ね、でネットなんか見るとやっぱりその東京などからあの各地からレノハのサポーターの方が結構来られていてすごい熱、ね、気を感じました。もういつも、ね、ゴール裏入ったら いつも座ってるあたりの席がもう埋まっていてびっくりしたのを昨日のように思い出し、えー、私個人的にも大好きな試合の一つで心としては大石津久俊選手のゴールですこのゴールが決まってよしレノファ来年も J2 でいけるんだなっていうのを改めて思って嬉しくなりました2018年の第1節ホームロはッソ熊本戦です えー、この試合は下田新監督が来られてさあこのレノフは今年どうなるんだっていうふうに思っていたら蓋を開けてみれば4対1の大将オナエ選手高木選手小野瀬選手美幸選手が見事なゴールラッシュを決めてくれました、えー、そういう意味でもね本当に希望が持てた試合ということでピックアップさせていただきました、えー、ラストからは、えー、今年加入される皆川雄介選手をゴールを決めています えー、そしてあの第十四節ホ,ホーム東京ベルディー戦です。これは、えー、前半ゼロ二で終わってからの四対三での大逆転勝利です。えー、この試合はねハ、えー、イライトでは、えー、一番多いあの五点五万回ほど再生されています。これは何、えー、と言っても岸田選手のゴールでしょうね。いやー本当にね胸がスカッとしました。 今日の南さんが「今シーズン10分満帆ではなかった男が!」というふうに言ってくださったのも嬉しかったもうゴールを決めた後ににはベンチからね下田監督やつ井選手など皆さんが祝福されていたのがとても感動的でした、えー、そういったところにこの再生回数の多さがあるんではないでしょうか私もねちょっと気分が落ち込んだ時は、えー、この試合をよく見るようにしてましてそうですねもう10 回ぐらい見たでしょうかそれぐらい好きな試合です。続きまして最後になりますが、35節、アウェー横浜 FC 戦です。この試合はレノファが14試合ぶりに勝利を決めた試合になります。2018年シーズンレノファは8位で終えるんですが、戦士の遺跡により突然勝てない時期が出てきまして、14試合ぶりの勝利をここ横浜で飾ったという試合です。 え見どころとしては、えー、フォーメーションを一気に変えて、えー、楠本選手が、えー、確か初出場だったと思うんですが楠本選手が初ゴールを決めました今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、大好きな故郷のためレノファ山口のためレノファ二郎頑張ります是非チャンネル登録よろしくお願いいたします